ちゃんと掴んだ方がいいかもしれない。ちゃんとギュッとこうつまむんじゃなくてしっかり掴んだ方がいい。あれしっかり掴む。掴みどころがないときはガバッと掴んでバラバラっとすれば。この2本掴んでみよう。これかな、うん、多分その荷台の角とアームの四角で多分見づらいと思うんですよ。はい、ちょっと待ってくださいね。で、材が、なるべく天秤でこうなったりこうなったりせんような場所を掴んだ方がいいかもしれないです。玉掛けと一緒だから玉掛けの講習やったか。やってないです。やってない、はい、だからバランスがいいところを掴む。はい、アウトフォームも大事。はい、スルスルっといける。